はいどうも、男ジャニオタの菊池と申します。さあ今回はですね、ジュニア大賞の発表が近くなったということで、恋人にしたいジュニアランキング2023のガチ予想をねしていきたいと思います。まず知らない人のためにこの恋人にしたジュニアランキングの説明をしますと、毎年明星さんにて、まあ、実質ジャニーズジュニアの人気投票が行われるんですよね。まあジャニーズ界の AKB 総選挙みたいなもんですね。歴代には山田くんとか中島健人くんとか松村北斗くん、西畑大吾くんなどなどが1位を取ったことあります。もっと見ていくとこんな感じですね。96年97年の小原くんを除くと、なんと全員がデビューをしてるんですよね。なのでファンからは恋人にしたいジュニアランキングで1位を取ると推しがデビューできるって言われてるわけですね。ジュニアファンからしたら激アツ大イベントなわけです。ちなみにこちらが去年の結果ですね。1位がトラビスジャパンの松田元太くん。去年はやっぱりトラジャが強かったですね。まあ去年デビューしたわけなんで、今年はトラジャ抜きでのランキングとなります。そうなった場合、この3人が1位になる確率が高いわけですね。まあ坂田義則くん、浮所飛貴くん、中村玲也くん、以上の3人ですね。まず正門くんは A グループのねセンターを張っていて、まあ、正門くんだけじゃなくて A グループ自体が結構上の方に行きそうですよね。で浮所くんは美少年の人気メンバーですね。ジュニアながらに地上波のバラエティ番組のレギュラーでもあって、キンプリの平野翔くんに顔と声が似ているということで知名度も爆上がり中ですね。で中村玲也くんはセブンメン侍のセンターを張っている子ですね。ちっちゃい頃からねジュニア活動していて、もうジュニア歴もかなり長いわけです。なんと2014年から全部ね今までトップ10に入ってるわけなんですよね。なので1位を取ってほしいという気持ちを込めて、中村玲也くんと僕は予想しますね。多分絶対そうですね。まあこういう予想が楽しいんですよね。まあ HiHiJets のね湯上瑞希くんとか高橋優斗くんも、まあなかなか上の方に上がってくるんじゃないかなと予想します。ぜひ皆さんの予想も教えてください。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いいたします。